祝日の今日、小学生が自分の夢のお店を出店するイベントがありました。売れてないので買ってください。めっちゃ頑張って書きました。東京江東区のパナソニックセンター東京で小学生22人が店長や社長になって自分の夢のお店をオープンするイベントが開かれました。コロナ禍で少なくなっていた社会体験プログラムの一環で起業家になった子どもたちは3ヶ月かけて考え H3 ロケットを応援するため宇宙飛行士のユニフォームを着ることができるお店を出店したり、菓子袋で作ったリサイクルのアクセサリーを販売するお店を出店したりして来場した親子を楽しませました。接客がやっぱり大変ですねっていうことを改めて実感しました。社会科見学とか修学旅行とか行けなかったので、なかなかこう社会に触れる機会って子どもたちすごく少なかったので、